検証するのは成美先生のピアノメッセージです。アニメタイトルピアノソナタ下校殺人事件単行本7巻に収録されているお話です。今回検証するのは成美先生のピアノメッセージです。アニメタイトルピアノソナタ下校殺人事件単行本7巻に収録されているお話です。とある島で起こった謎の連続殺人事件、遺体のそばには決まって譜面が残されていました。この犯人からのメッセージは一体どのように読めばよいのでしょうか。実はこれは音符一つ一つにアルファベットが当てはめられていたのです。ピアノの鍵盤の左端から順にアルファベットが当てはめられていて、それが譜面に書き記されていたのです。このお話の最後では燃え続けている館の中で成美先生がコナンにメッセージを伝えるべくピアノを弾いています。絶対音感を持っているコナンはその音を聞いて、ありがとな小さな探偵さんというメッセージを受け取っていました。今回は絶対音感の持ち主に本当にピアノの音だけでメッセージを伝えることができるのか検証していきたいと思います。今回はピアノを弾いてメッセージを伝えることができれば成功ということで、絶対音感の友達のゆうさんに挑戦してもらいます。できそうですか。音程をアルファベットに変換できるか不安ですが頑張ります。頑張ってほしい。そしてピアノ弾くのは塩田くん。塩田くんも頑張って。はい、そんじゃやっていきましょう。はい、それじゃあ成美先生のピアノメッセージやっていくんですけど、はい、最初にやりたいことは僕たちが考えたメッセージを伝えることができるかってやっていくんですけど、はい、ありがとうな小さな探偵さんとか、まあ、他の暗号原作に登場しているので、はい、どういう音なのかちょっと確認していきたいなと思います。スタジオさん、はい、今からやっていくんだけど、はい、それは何話でしたっけ。鍵盤それ88件です。ちょうどね、この鍵盤、はい、これ61件しかないんですよ、はい、原作だとこの左端が A っていうことなんですけど、はい、この音が変わっちゃうとですね。変わっちゃう。なんで本当だったら原作だとここの音は D ってことですね。そうですね。 ABCD の D になるんですけど、ちょっと今回ちょっと分かりづらいので、ここからが A で BC っていう感じでやっていきたいと思います。はい、じゃあそしたら塩田、はい、じゃあ今の A から、はい、ありがとな小さな探偵さん、はい、弾いてもらって。はい、分かりました。お願いします。まず、はい、A から。で次 R ですね。ちょっとこれパッと見だと、うん、どのアルファベットがどの鍵盤だっけっていうの分かんないです。あー、なるほど。じゃあアルファベット書いた方がいいってことね。そうですね。じゃあちょっと印つけていきましょうか。はいはい、そしたらね、はい、鍵盤にアルファベット書きましたね。はい、でこれあれなんだよね、本当は一番奥までまた A から始まってってことね。ってことはじゃあコナン君は高くなっても高い A とかで暗号が読めると。ここが次の A ですよね。そうだね。この低い A と、うん、こっちの高い A って音違うんですよ。こっちだからラですけれど、シ超すごいじゃん。はい、それでも分かるんだ。コナン君なら分かる。コナン君は。ただ今回それ弾くのもちょっと難しすぎるんで、はい、26個のこの鍵盤で音を鳴らしていこうかなと思います。はい、じゃあちょっと翔太君、ありがとうな小さな探偵さん、弾いてもらってもいいですか。はい、いきます。やばいな。やばいっす、これ。今俺、はい、指でアルファベット読んでても、はい、分かんなくなるわ。まあ、今ちょっと塩が弾いてもらったんですけど、はい、まあ、実際そのアニメで流れてる音とはちょっと若干違う気がするんですが、はい、まあ、ちょっとありがとうな小さな探偵さんっていうのを今の音になると、はい、ただ今だとちょっと滑らかではないから、うん、もう少し早めに弾けると嬉しいかなと思います、はい、ちょっと練習します。さあ塩田君今練習したんで、はい、ちょもう一回挑戦しましょうか。はい、お願いします。こんな感じでいいですか。はい、今ので聞いてる感じ、はい、音はやっぱ取れるもんなんですか。音は分かります。音は分かるけどアルファベットにすぐ変換できるかはちょっと難しい。自信ないですね。なるほど、そうですよね。他の暗号もやってみましょうか。はい、分かってるな、次はお前の番だ。これいきましょう。
い感じじゃない？今は単純な音には聞こえてるんですか？はい。あ、そうなんだ。信じらんない。はい。じゃ次、効果の怨念、ここに貼らせり。これいきましょう。同じ曲だなって感じしますね。なんかね、そうそう、意外とテンションが一緒だよね。はい、悲しい曲というか。うん、じゃあ次行きましょうか。はい、次、一緒。ISHO。行きましょう。はい、じゃあ次からなんですけど、はい、次はアルファベット表記では載ってなかったんですけど、はい、第三楽章とともに我が命を絶つ。このメッセージが書かれたことは間違いないので、はい、ちょっとそれを聞いてもらえたらと。お願いします。衣装の最後にこれが書いてあったということで、はい、で、音は取れてるんですよね。取れてるけど、だんだん不安になってきてやっぱ信じらんないね、これね。なんか絶対音感の人っていうのは音が取れてはいる、はい、はい、じゃあ次、我が息子聖司、お願いします。だけは真っ当に来てくれ。これもアルファベット表記ないんですけど、これ書いてあったことだけは分かってるという。はい。引き寄りになってきたね。なってきました。いいぞいいぞ。分かってるメッセージに関しては今、はい、書くことができた。あとは、ね、遺書に書かれた内容とかが書いてあるはずなんですけど、はい、それは具体的にちょっと分からないので、まあ、明らかに分かったものだけ今やってみました。こっからは僕たちが考えたメッセージを引くので、はい、分かるか伝わるのかということで、伝わるのが失敗になります。で、一応ルールなんですけど、コナン君はなんか最後ありがとう小さな探偵さんの時もう2回聞いたらもう分かった感じなんですよ。さすがに難しいと思うんで、翔太くんは10回連続まで弾けます。その10回の間に答えられたらもう成功にしようと思ったんです今回。はい、そしたらこの後、まあ、実際僕たちのメッセージを伝えられるかっていうのをやっていきたいんですけど、はい、で、ゆうさんにはまずはこのアルファベットの配置に関しては、まあ、ちょっと頑張って覚えてもらって、で、翔太くんは翔太くんで10回連続で弾けるようにちょっと練習をしたいので、そんじゃやっていきましょう。さあ翔太、はい、今から伝えるメッセージなんですけど、はい、ゆうさんね、コナンめちゃめちゃ好きなんですよ。最初は、はい、真実はいつも一つだと分かってしまうと思うので、はい、真実はいつも一つ、こちらちょっと変えとくと、ちょっとずらして ね、はい、さて、このちょっとずれ、うん、もう気づけたらすごいと思うんです。でもちゃんと聞こえてたら、うん、そこも分かると思うんで、真実はいつも一つ、これが最初です。おしろくん、坂上先生、お願いします。はい、SHIMI くらいまでしか
あ、でも、あ、惜しい。惜しいな。しからは始まるの。しだけ合ってます。しだけ合ってます。あ、じゃあ聞こえてはいるんだ、やっぱり。音は分かるんですけど。じゃあさっきね、まあ、鍵盤のアルファベットに写真があると思うので、はい、じゃあそれ見ながら次は挑戦してもらいたいと思います。はい、また違うメッセージがあるんで、いたメッセージタイプとさせていただきます。ちなみに今の最後の音分かりました？最後の音、多分ファーだと思う。そう、合ってます。合ってます。すごいな。そしたらやっていきましょう。まあね、ちょっと今やって、はい、うん、すごいね、最初のシは分かったし、最後のファンも分かってた、はい、最後のファンが多分ユーだってことがまだね、あの、やっぱアルファベット読みないと分かんないかもなと思いましたけど、はい、まあ、ただ文字数に関してはありがとうな小さな探偵さんぐらいのやっぱ内容を伝えたいんで、はい、そのくらいの文字数でやってます。はい、さあ次伝えるメッセージ、はい、発表します。おい、これはね簡単かもしれない。お、キャンプ大好きアガサヒロシ、こちらです。おでこれキャンプの表記は、はい、あのローマ字で KYA ので、はい、でキャンプ大好きアガサヒロシ、まあ、最後ね、ここキャンプ大好きまで分かって、アガサまで分かってもアガサ博士って言っちゃうんじゃないかなと思いますけど、まあ、音で分かってるのかな、そんなことないのかな。あと Y の音が入るので今回、うんうん、Y 初めて出る音なんですよ、はい、本当に、はい、楽しみです、はい、そんじゃ続きやっていきましょう。じゃあ翔太君練習してもらって、はい、お願いします。まあ、今回ねアルファベット表を見ながらということでできてほしい。そんじゃお願いします。さあ、外谷さん、メッセージお願いします。わかんないけど、最初に多分キャンプって言ってるかな。すげえ、マジ、すごい、マジで、すごいすごい。それ以降わかんない。それ以降わかんない。あ、でもそこまでいけた。最後はまたファで終わってるかな。ファで終わってる、ファで終わってます。ファで終わってる。そっか、今さっきのファとはやっぱ違うラベったんですけど、ファで終わってるんですね。ファで終わってます。まあ、でもちょっと難しそうなんで、はい、次メモ取っていこうとします。じゃあ引き続きまた翔太くん、また別のメッセージなんで、はい、練習させていただきます。はい、いやすごいね、はい、キャンプ分かってましたね。分かってましたね、すごい。しかも最後のファンも分かったということで、はい、次なんですよ、はい、メモ取っていいってことなんで、うん、まあ、少しだけちょっとさっきとは違ったテイスト、はい、もう今回はそのまま英語でいこうかと。英語でで、変えときと名台詞、はい、Ladies and Gentlemen、 あ、これでいこうかなと思います。まあ、でもね、メモってたら LAD とか直すときに英語って気づく気がするんで、はい、もうこれできたらもうすごいじゃないですか。すごいですよね、うん、そんじゃ、翔太くん練習お願いします。はい、さあ翔太くん、はい、まあ、今回はね、うん、メモもあり、はい、アルファベット表を見ていいということで、なんかゆうさん伝わってほしい。そんじゃ、行きましょう、お願いします。皆さん、スタン今聞こえてたんですけど、はい、メモも聞こえました。照らし合わせで段階、はい、頑張ってください。これいけんじゃない。いけそうですね。いける、はい、いける。おお、5分が今経過しております。長かった。さあ、塩田がお伝えのメッセージ何ですか。レディース&ジェントルメン。すごい。はい、ということで、それからレディース&ジェントルメンということで、まあ、帰ってきたセリフでしたね。はい、いや、でも伝わりましたね。そうですね、よかった。いや、すごい。どうしよう、見て。難しい。
まあ、レディースエンジェルマンが、ね、伝わりましたので、今回は成功。いや、すごい絶対音がすごかったですね。はい、まあ、何やとはね、まあ、コナン君の頭の辺からすごすぎる。メモしてもなお5分間照らし合ってましたから、はい、あれがもうすぐできてコナンかも意味が分からないですけどねはい、ということで次回までまたお会いしましょう。じゃあね。今回再現してみて分かったこと、コナン君すごい。